いよいよ今週末に迫った本番に向け、会場となるここ、トリギン文化会館では、連日、出演者たちが稽古に汗を流しています。舞台装置に照明、そして出演者の衣装。本番さながらの舞台稽古は、今週火曜日から始まっています。出演者たちは、少しでも踊りや演技の精度を高めようと、稽古に励んでいました。鳥取県文化振興財団がプロデュースする新作バレエ赤毛のアン。オーディションで選ばれた地元のダンサーや子どもたち83人と東京のプロのダンサーが共演し舞台を作り上げます。主役のアン・シャーリー役を務めるのは K バレエ東京のプリンシパルソリスト小林美奈さんです。心が温かくなっていって優しい気持ちになったりとか、いろいろな感情が芽生えてくるので、そういうところを大事にしながらお客様に伝わるように踊りたいなと思っています。アンの同級生でクラスの人気者ギルバート・ブライス役は同じく K バレエ東京のファーストソリスト栗山蓮さんが、そしてアンを引き取った農夫マシュー・カスバート役は元新国立劇場バレエ団の福田圭吾さん、マシューの妹マリラ・カスバート役は谷桃子バレエ団の長橋あゆみさんが務めます。この4人はこれまで別々で練習してきましたが、昨日から合流。早速出演者と息の合った踊りを見せていました。感謝の気持ちだったり踊れる喜びだったり、みんなと一緒に作品を作り上げてきた過程を大事にすごい楽しんで踊ってもらえたらなと思います。今回の公演はオーケストラが生で演奏します。タクトを振るのは数々のバレエ団と共演の実績を持つ鳥取県出身の井田勝弘さん。不朽の名作赤毛のアンの世界をバレエで表現したい。3年前井田さんが描いた構想がついに形になりました。文化の活動っていうのもね、どんどん新しくしていかなきゃいけない。これからは地方でどんどんと舞台を作っていって、それをさらに世界に発信していくような、そんな時代が来たいな、迎えたいなというふうに思いますし、楽曲のほとんどはこのバレエのために新たに作曲されました。演奏するのは鳥取チェンバーオーケストラの皆さんです。もう本当にワクワクするような、とっても楽しくなるような音楽を書いていただきましたので、その音楽と踊り、そして皆さんの思いの、融合というのを本当に楽しんでいただければなというふうに思っております。2月に稽古が始まってからおよそ8ヶ月、物語でアンが成長していくように出演者たちも成長を続けてきました。その成果をついに明日披露します。ドキドキもするんですが、とても楽しみです。まずは自分が楽しんで、それがお客さんに伝わるように大きく動いて頑張ろうと思います。終わってしまうのが今寂しいなって思ってるところで、感謝の気持ちを込めて素晴らしい舞台になるように頑張りたいなと思っています。新作バレエ赤毛のアン、明日と明後日鳥取市の鳥銀文化会館で開演。もちろん日本初の舞台、まだ見たことのない感動をぜひ劇場で体感してみてはいかがでしょうか。